まあ、あの今立場は、まあ、一つはもう本職というか、まあ、この神社天地神明神社という神社の管理で、まあ、神社っていうのはこの地域でも、まあ、皆さんの拠り所にもなってる場所なので、まあ、そういうところで、まあ、まず管理やってるっていうことなんですけど、まあ、ただ自分は、まあ、あの IT の会社をやってたりとか、でそこから派生して、まあ、地域づくりとか地域の情報室作ったり、まあ、あと今地域のスポーツコミッションっていうところで、まあ、事務局長をやったりとか、まあ、いろんなこう立場があるんで、まあ、すごく市ともいろいろ連携しながら、まあ、いろんな街づくりとかそういうのもやってる、まあ、ですから神主という視点もあるけども、それとともにそういった地域づくりの中でも、まあ、一員の視点というものも持ってるという立場ですね。もちろんその鴨川の中でもまだ停電が続いている場所、あとすごく今回の災害、台風災害に関してはすごくこうピンポイントなんですよね。その同じ市の中でも、すごく風にやっぱりやられちゃったところもあれば、まあ、この地区なんかは幸いにしてそんなに大きな壊滅的な被害はなかったとか、まあ、そういうところはまあ前提にはなってるんですけど、ただその鴨川全体で考えた時に、まあ、平均的な考え方とすると、まあ、すごく鴨川は東京湾側に比べるとその物理的な被害っていうのはあの東京湾側よりはマシだったっていうふうに言えると思います。で、まあ、一応停電も 95% ぐらい復旧してきてて、で断水箇所も、まあ、一応市の発表だともう全部解消したという状況の中で、やっぱり今回もう一つ被災してるのはやっぱり産業なんですよね。で停電で何が起こったかっていうと、やっぱり冷蔵庫冷凍庫全部ダメになっちゃったんですよ。ってことはですよ、あの飲食店ですとか食品加工会社とか水産会社とか、あとホテルとか旅館さんとか、そういうもうとにかく冷蔵冷凍庫が必要な業界っていうのはとんでもない損失を、多分これ後で多分計算出てくると思いますけど、実は相当な経済損失をしていて、だから営業も止めなきゃいけなかったし、だからそう考えると次の段階でステップではもう鴨川ではすでに僕は必要になってきてると思いますけど、やっぱりこう産業の復活、産業支援っていうのが必要になってくる。じゃあ具体的にじゃあどうしたらいいのっていうところで言ったら、まあこれはもう月並みの話ですけど、やっぱり鴨川って観光地なので、やっぱ多くの人たちに鴨川に来てもらって、もう遠慮なく食べ物を楽しんでほしいし、飲み物をどんどん飲んでほしいし、で場合によったら泊まってもらって、とにかく地域のこう経済をこう潤してもらうっていうのは、これはもう全然こう恥ずかしい話、こういう被災地だから、遠慮しなきゃいけないっていう話じゃなくて、むしろそれを遠慮せずにどんどんやってほしいなっていうのは、これ率直な地元の人たちの、あの思いですよね。ただ今台風からまだ2週間ぐらい経つ中で、なかなかこう鴨川っていう地域がそれを声高に言った時に、じゃあ周りにどういう影響が出るのかな、どういう見られ方をするのかなっていうのを恐れて、結構やっぱりみんな声を出せない人もいるんですよ。本当は本音ではどんどん来て観光してほしいと思ってるんだけど、それを言うのはまだ不謹慎なんじゃないか、まだ苦しんでる地域もあるのにっていうのもあるんですけど、でも現実問題としてやっぱ地域の地場産業がしっかり、もう土台がしっかりしなきゃ復旧はできないんですよ、やっぱり。あのだからやっぱりそういうところは全然もう遠慮なく、あのだからボランティアに入って災害支援ボランティアで、例えばブルーシートを皆さん入りに来てくださったり、いろんなものを片付けをしてくれたりっていうのも一つのやっぱりすごい支援だけども、でもそればっかりではなくて、普通に来て普通に観光楽しんでやってくださるのも、これはもう立派な支援なんで、もう全然遠慮なくやってほしいなっていうのは思いますね。実際僕も現場でいろいろやってて、まあ、物資の扱う現場にも僕実はいたので、あのすごくそこら辺はもうそこで体験したんですけれども、あのまずはその最初の2日ってやっぱり食料がなくなってきちゃったりとかするんで、まあ、それを市とか各家庭の備蓄でまずはしのぐわけですよ。で だからまあ今後のやっぱり災害の参考になるのは、とにかく最初の 2,3 日は地域だけで頑張んなきゃいけない、もう絶対に。で最初の特に、まあ、2日ですかね、2日間 その食料水とかそういうものを、まあ、地域で頑張るんだけど、実はやっぱり東日本大震災とかの経験がすごく生きていて、もう3日目ぐらいからはとんでもない量のありがたいことに物資が入ってくるんですよ。もうアルファ米だとか水だとか、もうクラッカーとかいろんなものが。でただですね、そのブルーシートもまあ
4日目か5日目ぐらいからなんか足りないよってことが入ってきたんですけども、でも感覚的に言っちゃうとやっぱり1日から2日のズレは最低ある。うん、だからブルーシートがこう大量に、来た時にはもう実はもう結構ブルーシートの配布もできていたりとか、もちろん足りないところもあるんですよ、足りないところもあるんですけども、うん、実はそこまでの量がいらなかったり、あともう一つはですね、今回お店の復活も意外と早かったんですよ。だから逆に言うとですよ、ブルーシートを売ってるお店からしたらですよ、いやいやそんなうちの商売邪魔しないでよって話になるわけじゃないですか。例えば配給なんかも実際にあったのはやっぱりパンとかも結構すごく支給してくれたんだけども、でも実は片やパン屋さんもやってるわけですよ。でそうなるといやパンは勘弁してよって実際声も出てきちゃう。だからそれがさっき言った産業支援にもつながるんですけど、そのやっぱりズレとそういう部分で結構難しい問題かなっていうのは思いましたね。で実際もう水とか非常食はもう絶対出ないです。でも大量にあります、はっきり言っちゃうと。だからそれをじゃあどうするのかっていうのはこれからこの被災した地域の本当に大きな課題で、でも支援してもらったものだから無限にこう処分なんてことはもちろんできないけど、でも賞味期限もあるものじゃないですか。じゃあそれをじゃあ最終的に地域に備蓄するのか、それとも何らかの形で教育的に配るのかとか、そこら辺はこれから本当地域で考えなきゃいけないし、まあ、ブルーシートも多分おそらくかなり大量に余ってしまうと思うので、まあ、じゃあそれをどうするのかと。ブルーシートの場合、まあ、賞味期限はないけどじゃあどこに保管するのとか、うん、あるいは他の地域のために、まあ、ストックしといて何かが起きたら他の地域にこう送るのかとか、まあ、そこら辺は非常に難しい問題だと思うし、もちろん国とか県もしっかり今回機能しなきゃいけないっていうのも学びだとは思うんですけど、でもやっぱりこういう時になったらもうそうは言ってられないから、まあ、普段からの横のつながりっていうのはすごくね、あの大きな今言った都市間の部分もそうだし、地域の中もやっぱりそれは重要だってことはすごい認識されたんですよね。だからあの変な話、その例えば停電になって何が起こったかっていうと、さっき言った冷蔵庫冷凍庫使えないよと、それでみんな食品腐っちゃって廃棄せざるを得ない、あるいはタダで配っちゃったお店もあります。でもそういうのもあるし、あと一番みんな地味に困ったのは通信が途絶えちゃったんですよ。だから電話も使えない、固定電話も使えない、携帯電話も圏外になっちゃう、でネットももちろん使えない、もう全くもうそれこそもう3、40年前ぐらいの状態に戻っちゃった、うん、っていうのはすごく大きくて、でじゃあその時どうしたの、もう SNS すら意味がない。じゃあどうなったかっていうと、結局すごくアナログな方法で例えば宣伝カー走らせてみたり、まあ、自分もやりましたけど、あとあの地元の人たちのもうネットワークで本当に人と人とのつながりで、あのおばあちゃん大丈夫かなとか、でそういうのを本当に地元の人たちがやったっていうのはもうやっぱり最後そこになっちゃうなって僕は思いました。だからそういう仕組み作りはしとかないと、これね東京もね僕ね予想事じゃないと思うんですよ。じゃあ本当大停電が襲った時に東京だってもうそれこそ携帯使わなくなった時みんな大パニックになると思うんですよね。だからそういう時にやっぱり会社の中でもそういう人同士のネットワークができていたり、その地域 の, そのすごくちっちゃい単位でいいんですけど、そういうものが誰かが情報を仕入れてきてそれを伝えたり、誰かの情報を今度出してあげたりっていう、そういうネットワークがあのすごく、うん、今回はやっぱり重要だなっていう、この社会の中でそれもね今回すごい学びの多かった災害だと思いますよね。水が欲しいですって言ってるのが実は9月10日発信の情報なんだけど、それが9月15、16日ぐらいに友達の Facebook の上の方に出ちゃったりするわけですよ。でそうすると水が欲しいんだ困ってるんだって言ってそこに水届けに行くと、いやもう実は断水も解消されてっていう、そういう問題が起こってくる。だから SNS なんかで情報発信する場合は今回提唱したんだけど、もう 何日の発信でこの情報は期限何日までですっていうふうのを明記して支援してほしい側も情報発信しておかないと、例えばボランティアでこういうのが必要ですって言った時にその全然的外れなタイミングで支援しちゃう場合が出てきちゃう。そうするともうそれ無駄じゃないですか、時間の無駄だし。だからそこら辺はね僕は SNS って実は
その情報の拡散力はあるんだけど、情報を整理整頓して本当に的確に使える部分でいうとマイナス面もあるなってすごいやりましたよ。緊急時モードみたいなのとかになって、その緊急時モードをそのユーザーが押したらもう本当にその緊急時の情報が時系列順にしっかり流れるとか、なんかそういうなんか GPS 情報とかと組み合わせてもうちょっと位置情報がはっきりするとか、なんかそういうものももうちょっと考えてもいいんじゃないかななんてちょっと思ったんですけど。